じゃあご紹介いただきます。はい、だからスポンサーの方の LP が始まります。スポンサーさん、第1社目ですね、IBM さん、お願いします。日本 IBM から参りました徳良彩と申します。本日はスポンサーセッションということで、簡単にですね、こちらに書かせていただいているコールフォーコードという取り組みについてご紹介させていただきたいと思います。で、今日いらしている方でどれぐらいコーディングですね、プログラミングされていらっしゃるか教えていただきたいなと思うんですけど、どれぐらいの方コーディング、あるいはコードエディターと触ったことあるのか。さすがですね、ありがとうございます。ちょっと私今回初めて、コードフォージャパンサミット参加させていただくので、せっかくなのでですね、プレゼンテーションもいいんですけれども、コードエディターを使ってプレゼンテーションさせていただきます。まあ実はこれマークダウンにちょっと書いてあるんですけど、これマークダウンをですね、ちょっと表示するような形でプレゼンテーションやらせていただきます。で、最近ですね、ちょっと今年の出来事を振り返ると、いろんなニュースがあったかなと思うんですけども、特に災害系ですね、地震だったり台風だったり異常気象ですね、もう異常気象というか極端な気象というのがすごく皆さんの記憶に新しいかなというふうに思っています。で、世界で今2200万人のですね、デベロッパーが存在していると言われていて、日本もですね、自然災害大国と言われているので、そのデベロッパーがですね、皆さんが一致団結してその自然災害を打ち破るようなプログラミング、コーディングというのを1行でも2行でもしていただくことで、世の中にポジティブな影響というのを、作り出していけるんじゃないかというふうに IBM は考えています。そこで、IBM だけではなくて、これは、Linux ファンデーションだったり、国連だったり、赤十字などのいろんな団体が加わって、現在、コールフォーコードチャレンジという、プログラミングのコンテストをしています。で、これは、ネットを通じて、テーマ自然災害ということで、IBM はクラウドのプラットフォームを提供するということなので、IBM クラウドのサービスを一つだけ使っていただければ、あとはもし皆様がそういった取り組み、何かされていたらすぐに応募できるというようなものになっています。応募の資格条件は18歳以上の方で、個人あるいは5名のチームで参加いただくことができます。ただしですね、もし参加される場合には複数のチームにまたがって参加するということができないので注意が必要です。今回、コンテストではあるのですが、やはりですね、モチベーションにもつながるいろんなアワードが用意されています。グローバルで一番、トップに輝いたソリューションもなんとですね、賞金の方もご用意してありますので、もしご興味があれば、見ていただければと思います。審査員には Linux の、リーナスだったり、いろんなメンバーが入っています。そして IBM はですね、コードサンプルコードというのを IBM コードパターンズというところで公開してますので、こういったところもこれをきっかけに、見ていただければと思います。というわけで、詳しいことはですね、こちらの https://ibm.biz/c4cjapan、こちらにアクセスしてご確認いただければと思います。ありがとうございました。